岡県が今日にも緊急事態宣言の対象に追加されることを受け、服部知事はお盆前に決定してほしかったと述べました。新たに緊急事態宣言の対象となるのは福岡県など7つの府県です。期間は今月20日から来月12日までで、今日夕方に開かれる政府の対策本部会議で正式に決定する見込みです。福岡県としては感染急拡大を踏まえ、服部知事が政府に要請してから12日が経過しての決定となります。やはりお盆の動きというのを睨んでの要請をしましたので、できればお盆前にですね、決定をいただければというふうに思っておりたいと思います。福岡県は酒類を提供する飲食店への休業要請を県全域に広めることや、デパートなど大規模商業施設への入店制限要請などを今夜にも正式決定する方針です。